劉牧軍は、中華民国空軍の軍人。最終階級は中将。字は長生、号は義秀。元の名は、竜薫州であったが、後に、劉牧軍に改名した。劉牧軍と表記されることもある。砂県、大鳥見影小学校卒業。1918年、復讐映画書院に入学。1923年に卒業すると、竜多祐生の推薦で、 保定航空教練所に入所。同期には、洋通両空、石国藩、西陽徳がいる。在学期間中に、国民第三軍航空隊に加わる。1925年7月11日、国民第三軍航空司令部、航空戦権隊隊員として、入り戦作戦に参加。同年秋、保定航空学校卒業。 同学校の学生で編成された航空隊に参加。1926年6月、内属、貫根軍航空司令部航空第一隊中隊長。同年9月1日、貫根軍航空司令部は、カロレ連軍に接収。9月2日、ジカロレ連軍によって、直霊航空ところが設立され、航空隊飛行員に任命。北伐で、国民革命軍に加わり、 1927年10月20日に、統制地討伐のため、生成軍水上引機隊が編成され、同部隊の飛行員。1928年11月、軍政部航空所航空第1隊副隊長。1929年5月、南京航空司令部航空第3隊隊長。1930年、航空第3隊隊長として、中原大戦に参加。 1933年7月18日、軍政部航空所軍務所課長。軍事委員会南症行営航空指揮部、航空中隊長、航空所厚生省航空試験場公務所長を歴任。第1次から第3次までの囲い捜索船に参加。1933年7月18日、空軍商工場級。同年9月2日、空軍中港本級。 1934年5月、航空委員会第二章副署長。1935年9月7日、空軍中高。同年11月に行われた、周期大演習で、西軍航空大隊隊長。1936年の両方事変に前後して、関東空軍の中央基準及び改編に携わった。航空委員会関東方面司令部代理司令官。 中央航空学校講習文校主任などを歴任した。日中戦争が勃発すると1937年9月14日に中越空軍指揮部が編成され指揮官に就任。南京の空軍第一軍区司令官の陳徳省がソ連に航空機の購入に赴いている間、その代理司令官として南京防空船を指揮。1938年3月。 航空委員会構成所所長。4月、空軍第二祖司司令部司令官。1939年5月、空軍機械学校教育長。1940年7月19日、空軍上校。1940年7月から1942年7月まで、中国陸軍大学特別判断5期に在学。1943年3月1日。 空軍参謀学校校長、同年5月、空軍軍官学校教育長。1947年9月、空軍総司令部訓練司令部司令官。1948年9月22日、空軍少将。1948年10月、空軍総司令部参謀長兼空軍教練司令部、司令官。1949年4月、総司令部とともに、 台湾に渡った後も、同職を継続し、台湾への軍隊及び、物資の空輸を担当した。1950年3月21日、台湾総統府自衛室自衛長。1954年、総統府第三局局長。同年、空軍中将。後に、総統府戦略委員会顧問。1962年に軍を退役後は、 台湾教師事業促進会理事、台湾東京講師顧問、花民事業講師当事長、台軍建設講師当事長、中華航空講師当事長などを務めた。1979年4月19日、台北にて病死。ありがとうございます。